けー。うわー、あ、クラブラがあるのはでかいな。クラブラじゃねえや、クマブラ。あー、いきなり敵、これ何ん何、あ、落ちてくる敵な。うわー、食われるんだね。あれ、その間結構長い間敵がいるらしいな。あ、ねえ、なんかロックされてる人がいる。その人のとこに出てくるんだね。オッケー、これはモグラなんだよね、性質的には。あ、弱点ある、背中に弱点ある。コブ、コブ発見、コブ発見。弱点弱点、背中弱点。ほっ、ん、ん食われる食われる食われる。おお、オッケー、連れてきたよ。オッケー、2発。あ、これも来るのかな。あ、やばい、うわ、倒すけないか。とりあえず倒そう、倒せるやつを。背中側にこぶ、弱点。 HP は横綱と同じくらいだな、多分。立つほどはない気がする。やっ、これがガチモグラ。背中こっち向けてくんねえかな。来い、背中逆側だな、しょうがない。おお、危ない。で、一番近い人を武田ね。モグラと一緒だ、性質が。オッケー、これ倒せ。オッケー、あれ、弱点あるように見えるんだけどな、なんか。あ、やべえ、挑発してる。これ弱点だよな。あ、でも、あ、結構食らってるかも。おー、すげえ。コブんとこめっちゃダメージ入るわ。あの、いくらキャノンじゃなくて全然いいみたい。メイン攻撃でかなり入る。おー、タラポートー。お、クマ製。お、いや、クマワイパーが飛んだ。ジムワイパーかい。さあ行きましょう。今回のタラポートの、ビックラめっちゃ簡単だなと思ったら一番難しいやつ来たわ。前からも後ろからも来るやつは難しいんだよね。これが満潮なのか、引き潮か、引き潮かな、何なんだろう。ワイパー、ワイパー、後ろからめっちゃ来る。お、スペシャル早めなら雑魚処理がっつりやっちゃって、で、こっちは、玉拾いが持ってきてくれないから、こっちはね、渡したいっすね。ほい、ほい。もう玉拾いが出てくる方向がどうもね、固まってるみたいなんだよね。いなくなっちゃった。ありがとう。後ろから来る時だけが厄介だから、そこをしっかり見ておけば。オッケー、センキュー。さあ来た。バコーン、バコーン、バコーン。いやー、ワイパー強え。ワイパー、一人だけ強すぎる。お、ミニジョー。バコーン。あ、タワー来てくれんだったら来てくれるとこまで呼んで。俺はもうこっち側一人で見るから。ワイパーの強さ見せますわ。オッケー、完了。あとは納品する時間があるからな。これを納品してくれるかどうかだ、味方が。あー、一個投げなかった。いや、ワイパーある時はチャンスだからね。これ今マックス60個だったかな、多分ね。うおー、武器強えけど、待って、味方の武器は弱え。弱め三重子揃っちゃってんじゃん。カーボンクワッド。ビニール傘。この武器使いの方は申し訳ないけど。よし。セッパッタリ頑張りますよ。こんなに一生懸命モグラ持ってこなくてもいいけど、動画的にね。こうやった方が楽っちゃ楽だからな。楽っちゃ楽。こういうの普段からやっぱなんか真似てもらいたいもんな。え、なんで塗れない。おお、段差があると難しいかな。おっ、これは確かにこうやって持ってきてくれるけど途中でやられちゃうんよな。
あ、でもやってくれそう。味方が攻撃してなければいけるから。ほっ、うん、えい。あ、待って、ここでいくも、やっほー、危ない。タワーもいるが、先こっちかな。はい、より手伝って、こっから入る。ウェーブ2だから、まあ、スペシャル、まだ残してもいいか。はい。この辺いっぱいあるけど。50個ー。なかなか、敵の量が増えてきて、入れれなくなってきたな。編成としては、あ、悪くないね。熊吹きが2つ。まあ、うん、熊吹きってやつも1つ混じってるけど、まあまあまあ。後ろからは来ないやつはね。よし。これはいい。やりやすい。さあ、初手モグラありがたいですよ。あ、オッケー。別モグラ。鉄球ね。折れたかな？オッケー。重なっていく、モグラ。ちょっと前で戦いすぎかもな。もうまあなんとかなるか。爆弾、オッケー。はー、運べるときにガンガン運んどいて、この辺ゼロにしておきたいですね。オッケー、ありがてえ。これやってくれる味方マジでありがたいな。ちょっと遠いところを先にやってくれる人超助かる。あれは多分運び屋が持ってきてくれるから、それ狙うわ。OK、 全体的によく見て、あ、あれですね、持ってきてくれそうだね。これ大砲入れるんじゃなくて直で入れた方が早い。すごいとこに乗ったな。ちょっと遠いかな、もう無理かな。あ、やっぱそうだね、ちょっと遠くで倒しすぎるとこうなっちゃうんだね。でもそれでも60個だからな。おー、ハイスコア更新。まだまだいけるな。もう一回いくぞ。ジョー、背中をメインで攻撃してみたいんだけど、DPS 高い武器がありがたいな。クゲとかだと、どう？あ、俺クゲだ！よし、やってみよう！とりあえず寄せれるだけ寄せて。どう？これ、入ってるかな？ダメージ。いや、なんかあんまり入ってる感じしないな。入ってんのかこれ。わっかりづえ。入ってる気はあんまりしないな。これ倒して、いや、金いくら？あー、でも入ってる気すんなー、これ。で、俺動かなければこっち背中に向くよね。そうだよね。あ、これ入ってるな、入ってる入ってる。かなり入ってる。で、俺がまたタゲもらいます。え、てかもうこれ無限ハメできるじゃん、これで。で、みんなに倒してもらって、で、よくない？めちゃめちゃ入ってるよ、これ攻撃。あ、いいわ。DPS 高い武器がこれでいいわ。おー、食われたー、気持ちいい。ものすごい！吹っ飛ばされた！倒せる倒せる！ 90、90！ 90先！あ、立てない！なに？あぶねえ！よし！戦い方は分かったね。これでいけそうだな、ジョーは。もうずっと同じとこでさ、固めちゃえばいいよ。めちゃめちゃ簡単、ジョー倒すの。
ただ DPS 高い武器が今の動きをしなきゃいけないから、広まるといいなー、これ。これ多分しかも、もっといい方法ありますよ。きっとどんどん研究されていくから、まあ、現状今日のビッグラン、今日明日のビッグランは、まあ、これでなんとかしのげるんじゃないかな。あとなんか、出てくる頻度が高い気がするんだけど、パーセンテージ 60% くらいですでにもう、2回来たよ。すごいね、これ。めっちゃ来る。